こちらはネクスコ東日本です。午後6時5分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに外環を三郷方面へ向かわれる方にお知らせします。川口ジャンクションを先頭に松戸インターまで16キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて午後池袋線下り方向の情報です。中台を先頭に竹梨ジャンクションまで18キロほど交通集中のため渋滞しています。引き続き京葉道路を木更津方面へ走行中の方にお知らせします。路上障害物のため船橋インターを先頭に2キロほど渋滞しています。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。あなたに実際はネクスコ東日本